はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、皆さんはベンデットというテーマご存知でしょうか？このテーマめちゃくちゃかっこよくてね、僕めちゃくちゃ大好きなんですけども、なんかどうやら東京ゲームショウのマスターデュエルコーナーではベンデットのストーリーがね、先行で体験できるみたいな、なんかあったらしくて、先行体験のベンデットのなんかストーリーめちゃくちゃいいなと思って、まあ僕東京ゲームショウ行ってないんであれですけど、リベンデット、まあ、ベンデットのストーリー、これで多分ねめちゃくちゃ深いんですよね、これ。まあ、結構関連カードいっぱいあって、まあ、こんだけいっぱいあるんですけども、なんかねイラストがね結構ね好きなんですよ僕、このテーマ。例えばさ、リベンデットボーンとかさ、もうこれ恋人なんですよ。これなんかその恋人がまあ多分ねこれ闇落ちしちゃってんだよね。自分も恋人もなんか何らかの、まあ、理由があって闇落ちしちゃって、で、まあ、ちなみにこれ多分恋人だと思うんだよね、これアニマが。で闇落ちして自分はヒーローになるんですよ、これ。リベンデットスレイヤーくんってこれね、自身はこれ、これなんかねどうやらね、なんか遊戯王ウィキの情報によると、なんかスポーン、ダークヒーロー、このスポーンをなんかそのイメージしてデザインされてるらしくて、僕アメコミめっちゃ好きなんで、なんかこのテーマめちゃくちゃ好きなんですよね。で今日はこのリベンデットスレイヤーっていうモンスターを活躍させようと思ってね、一曲組んできました。でこのリベンデットスレイヤーが、まあリベンデットスレイヤーっていうか、ベンデットが何をするかっていうと、まあ儀式なんですよね。アンデッド儀式っていうちょっと特殊な儀式デッキになってまして、墓地からも儀式が可能っていう、まあそういうねテーマやってます。例えばリベンデットボーンとかリベンデットバースっていうのは、まあ儀式魔法になってるんだけれども、この辺のカードは墓地からねモンスターを、まあ、もちろん手札からも出せるんだけど、墓地からも儀式できるっていうことで、まあ、儀式愚かな埋葬とかで、例えば墓地を食ってそいつを儀式召喚するとかもできるし、単純にユニゾンビとかで墓地を叩き落としてから儀式とかもできますみたいな感じですね。まあ、一応 OCG の方では結構強化パーツがいっぱい来ていて、他にもマサディエルでは来てないけど、まあ、その辺のカード来たらまた楽しくなるかなと思うんだけども、今回はこのリベンデットスレイヤーっていうこのモンスターに、効果を付与していきます。ベンデットっていうのは素材にしたときに効果が付与できるモンスターがいて、例えばレブラント、これであれば儀式さんになったモンスターはなんかフリーチェーンで相手のモンスターを除外できるっていう効果が付与できるんですよ。で、このヘルハウンドっていうやつはフリーチェーンで相手の魔法トラップカードを除去できるっていう、除外できるっていう効果が付与できるんですよ。これベンデットヘルハウンド と、ベンデットレブラント、この2体をね素材に儀式召喚すると、なんとフリーチェーンでモンスターを除外して、魔法トラップも除外するっていう、なんか爆発的に強いモンスターが爆弾するんですね。今日はこのパーフェクトリベンデットスレイヤーを爆弾させるためにこのデッキを組んできましたと。まあ、回し方はねちょっと動画を見ていただければ分かるかなと思うんですけども、でベンデットの強いところは、このリンクモンスターのリベンデット、あ、違う、アドベンデットセイバーっていうモンスターが、これ毎ターン毎ターンね、ベンデットカードをサーチというか回収か、回収できるっていう効果が、あって、で、こいつらが全部ねリベンデットスレイヤーとして扱うんですよ、これも。まあ、ちょっとこいつはラスボスだから敵キャラなんでね、これだけはちょっと扱わないんですけども、このスレイヤー君とエクゼクター君と、アドベンデッツセイバーは全部リベンデスレイヤーになってるんで、このねボーンっていうカードが墓地になると破壊耐性増えるんですね。自分のフェイト上 の、リベンデスレイヤーが戦闘効果で破壊される場合にはこのカードを除外できるっていう、なんかその復活の福音みたいな感じで守っていけるんで、結構継戦能力というか、そんな簡単には処理できません、このモンスターたち。これがなかなか強力ですね。でフリーチェーンで除外とか飛ばしてくるんで、まあ、今回はこのリベンデットスレイヤーを使って、まあ、非常にねかっこいいデュエルがいくつか取れたと思うんで、まあ、これをねちょっと皆さんにもお見合いしていきましょう。デュエルスタンバイ。なんか東京ゲームショウでさ、ソロモードがなんかその遊べる先行体験みたいなやつでベンデットだったらしいんでね、まあ、ちょっと今年は東京ゲームショウ行ってねえから話聞いただけなんだけど、なんかサソリ型のさ、なんかゲーミング PC みたいなやつでマスターデュエルを遊べるみたいなね、のがあって、なんかそこでねベンデットのソロモードを体験できたらしいよ。だ多分、ね、そろそろなんか来んじゃねえのマスターデュエルの方に。割とねベンデットのストーリーはねちょっと見たかったんだよね。これなんでかっていうとダークヒーローなんですよ、これスポーンだかを確かベンデットってまあその意識してデザインしてて、まあ、スポーンっていうさ、なんかアメコミのヒーローがいいんだわ。なんかベノムみたいな感じだ、なんかイメージには、うん、ダークヒーローなんですよね。だちょっとねその辺をね
のストーリー結構知りたいんだよね、細かく。なんかこの人そのベンデとってイラストめちゃくちゃ良くて、カードが、まあ、とりあえずチャージ発動して、でチャージ発動することによってベンデットスレイヤーを墓地に送りながらデッキからベンデットを出してくることができる、まあ、新規カードがまあちょっとまだ来てないんですけど、マスターデルの方では OCC の方ではね、これで強化入りましたね。ベンデットかなり楽しそうになったんだけども、とりあえずベンデットスレイヤーで、ベンデットレブラントとシラニーの掛け物をゲームから除外して、墓地から特殊召喚、現れよダークヒーローリベンデットスレイヤー召喚ムービーをどうぞ。かっこよくない？見た？かっこよくない？かっこいいでしょ？かっこいいんですよこれ。でですね、あちらに一応バロネスとか出そうと思ったら出せるんですけど、これね、こんな感じで入ってないですけど、でユニゾンビとリベンデットスレイヤーでリンク召喚、現れよヴァンパイアサッカー、そして墓地を送られたリベンデットスレイヤーの効果を発動、リベンデットスレイヤー墓地を送られた場合デッキからベンデットカードを1枚を手札に加え、でベンデット魔法トラップカードを1枚手札に加え、ベンデット自分の嫁を墓地に送っていく。これどうやらね、噂によるとね、このねベンデットアニマってやつがね、あれらしいんだよね、あの嫁、自分の嫁か恋人の闇落ちした姿らしい。そして、ベンデットレブラントを特殊召喚していく。そしてさらにリベンデットボーンを発動、リベンデットボーンの効果により自分のフェーズ上のベンデットレブラントとベンデットヘルハウンド墓地送り、あらららダークヒーローパーフェクトリベンデットスライヤー超過ムービーをどうぞ。かっこいい、かっこくない、超かっこいいでしょ、超かっこいいんですよこのモンスター。あ、バース強、バース出しとくか、バースであれだな、出しておこう、バスタード、これ敵です、これはリベンデットスレイヤーの敵らしい、そのなんかボス、あのスレイヤーが戦う、これデッキからこれ送るの強いな、これアニマ送っとくか、こうしとこう。これね今ね、だからね、自分のフェード上にね、あのボスとね主人公が両方並んでんだよね。なんかスパイダーマンでいうとこのゴブリンとなんかスパイダーマンが並んでるみたいな感じ、うん、そんな感じです。はい、ちなみに、私が今あの爆誕させたこのパーフェクトリベンデスレイヤー様ですね、ヘルハンドとそれからスレイヤーじゃないレブラントの効果付与してますんで、魔法トラップカードを1枚フリーチェーンで除外できるし、モンスターを1体フリーチェーンで除外できます。めちゃくちゃ強いです。今魔法トラップ1枚除外、まあ対象取るけどね、魔法トラップ1枚除外、モンスター1枚除外っていうめちゃめちゃに強いね。でちなみに破壊耐性が一応ね、墓地にねリベンデットボーンが落ちてるからありますんで、まあ割と戦闘破壊、効果破壊から守れると、これ非常に強力ですよこれ。はい、メタルフォーズフュージョンね、オッケー。さ、相手はトイレでした、トイレ、ウォータークローゼットですね、相手は。で、マスターピースを墓地送っていく、なるほど。で、もろかな服装、あ、強そうですね。これはね、だからね、ウィッチクラフトマスターベールさんの効果を起動する効果にチェーンすればいけますし、バスタードで、例えば、マスターベールの効果起動する前に、お前モンスター効果使うなって言ってから、あとリベンジスレアで除外とかもできます。はい。まあ、これ突破されなければね、いけますね。あと突破されませんけど、そんな感じに簡単には。ベンデットは、破壊耐性があるんで、一応、場持ちは結構いいんですよ。さあ、とりあえず、相手はマスターベールの効果を使ってなくてくるようであれば、別にスレイヤーでフリーチェーンで、除外すればいいし、でクリエーションで、ウィッチグラフトというのがいいだろう。このパーフェクトスレイヤーを立てたくて、このデッキ作ってきたからね。先行ショットでパーフェクトスレイヤーが立てられて俺は満足だわ。エンドフェイズオッケーで、エンドフェイズバースで出したモンスターは爆破されるんで、ちょっとこれはチェーンしなくてもいいか、別に魔法カードどっちにしてもあれだもんね、捨てて回収されるからあんま関係ないもん。はい、でデモンストレーションといっぱい回収されて、で、あ、1枚か、でベンデットバスターの効果、破壊されるってか墓地送られると、ベンデットモンスターを1枚手札に加えながらベンデットカードを墓地送るという効果を持っている。これはまあとりあえずエクゼクターでいいか、エクゼクター持ってきて、そしてベンデットカードを1枚墓地送るため、
これはストリーゲスでいいか。ストリーゲス墓地を送る。でストリーゲスは墓地を送られた場合、ベンデットカードを手札から見せつけると自身を墓地から特殊召喚できる。非常に緩いね召喚なんですよね。これ見せるだけで特殊召喚できるみたいな、まあ、オルザナテみたいな感じですね、ブルーアイズの。でこれでサッカーの効果でワンドローも入ると、おいしい。儀式魔法欲しいな、儀式魔法欲しい。まあどうせ、あ、裏中、まあまあまあ、どうせベン、リベンデットスレイヤーをリンクの方のあれ出しに行けば回収できるんだけどね。なるほど、ヘルハウンドはあんまり意味ないかな今。とりあえずまあ出しとくか。ヘルハウンド出して、エグゼクター墓地を送って自身を特殊召喚できるよ。でこの子が発動しちゃうと、あ、マスターピースね、オッケー。マスターピース効果、あ、デッキから出してこれる。これうららだな。まあ、アンデッド族なんで入ってますよ。はい、アンデッド族なんでね、相性はいいんで普通に入ってますよ。はい、うららぐらいかな入ってるの。まあ、一応相性いいしっていうだからぶん投げて、まあ、増殖するチェーンとかあんま相性よくないんだけど、アンデッドじゃないから除外できないし。けどうららはさすがにね、うらっていうだからぶん投げて素材になるのがめっちゃ強いんだよね。でヘルハウンドからの1枚ドローを、さあこれ効果、ちなみにマスターベーションの効果使ってくると、スレイヤーでフリーチェ除外入るんでめちゃめちゃ強いです。これだからまあ実質効果使えないみたいな感じですね、これね。まあ、マスターベールは、まあ、これ当て打ち有利でさ、これ墓が1枚ないわ。で、アドベンデッドセイバーかっこ、リベンデッドスレイヤー扱いを出していこう。こことここでリンク召喚、あらあらろ、アドベンデッドセイバー、そしてアドベンデッドセイバーの効果を発動するぜ。アドベンデッドセイバーは自分の墓地のベンデッドカードを1枚回収することができる。これによって、これで、ラスボス出して、ラスボスでモンスター効果って言って、で、モンスター効果って言った時にもう撃つ撃つしかないから、ここでスレイヤー撃てばいいんだな。リベンデッドボーンを発動。リベンデッドボーンの効果により、自分の墓地のベンデッドバスタードを特殊召喚するぜ。墓地に存在する。これはですね、蘇生制限どうも満たしてないか。しょうがねえな。まあ、一応、アニマで、まあ、こうかな。アニマで戻してこれるんですよね。ベンデッドモンスターであれば、除外しても。なんですけど、ちょっと蘇生制限満たしないんで無理で、これで、ラスボス出していく。さあ、ベンデッドバスターの恐るべき効果。このモンスターは、墓地からアンデッド族を除外すると、モンスターの効果または魔法カードの効果またはトラップカードの効果どれかを選択し、そのカードを相手はこのターン発動できなくなる。ベンデットバスタードの効果を発動。ベンデットバスタードの効果により自分の墓地よりベンデットカードを除外。これもうバースとかいらんくね、バースいな。これでモンスター効果を無効。さあお前はこのターンモンスター効果を使えない。さあどうする。さあ使うしかないな。いいだろう。ウィッチクラフト、マスターベルの効果によって効果を無効にしてくるが、その効果にチェンし、リベンデッドスレイヤーの効果を発動。フィード上のモンスター一体を選択し、そのモンスターをゲームから除外していく。リベンデッドボンクラッシャー、ダニーゴーレム君なのにバウンス、あ、バウンスね、オッケー。バウンスしようがないか。バウンス、ちょ、破壊しろやバウンス耐性ないんですよね。ちょ、破壊しろや。せめて墓地送れ。どうしな、やりやがるぜ、やべえ。これはどないしよう。アクセスしてもワンキルできない。アニマ使ったらアクセス出せない。むずくないむずくないよ。そうだね、アクセスしてもワンキル取れないよな。アクセスしてしょってもうワンキル取れないよな。ワンキル取れないから、いやこれアクセスし、いやアポロウーサで2人いけないから。アポロウーサめっちゃ強いんですよね。あのウィッチクラフトって結局展開するのに、あの自分の効果でなんかリリースしちゃいけないんで、ウララも踏むし、あのアポロウーサめっちゃきつく効くんですけど、とりあえずこれ捨ててバウンスするで、アクセスしてボスさん、いやちょっと足んねえな、ちょっと足んねえんだよな。いやアポロウーサ2素材は弱いしな。2素材アポロウーサ弱くねえか、さすがに。
まあ、セイバーの破壊耐性にかけるか。破壊が効くしね。そして破壊穴めちゃめちゃ効くと思うんで、まあ、一回破壊穴で、ウィッチクラフトの展開止めたら止まると思う。多分止まってくれるはず。墓地にないしな、出しても意味ない。いやもうこれで頑張るしかなくない。いやなんか今下手くそだった気がするな。なんかあんだけモンスター並んでるからなんかいけそうだったんだけどね。アニマの効果使うとアンデッドしか出せなくなっちゃうんですよね。ちょその制約が若干足を引っ張っていたというか。ウィッチクラフトシュミッタ OK。 でシュミッタ効果魔法リリースする、で魔法捨てる、で墓穴これで止まれよ、これで止まれ。で消火器使った、いやもう出ない、もうウィッチクラフト出ない。よしOK。 危ねえ危ねえ。一応ね破壊耐性あるんだよ、アドベンテセイバーくんね。アドベンテセイバーくんの破壊耐性で頑張って守って、で次のターンもう一回儀式回収しみたいな動きができるんですけども、はい。でとりあえずリベンデッドボーンを回収していく。でまだ足りてないからバタすしかないな。あんまり余計な動きしない方がいいな。一応あれか、これでレブラントは戻しておこう。レブラント戻して、レブラント巻き込んで儀式だな。でベンデット、レブナントを除外ゾーンから戻していく。あ、ちなみにですね、けど、あの特殊召喚したいモンスターを割とその除外ゾーンに置いとくの結構大事で、ベンデットって。こうやって、まあ、ボーンとか使ってさ、墓地から儀式できるんだけど、アンデッドだから。なんだけど、素材にしたときに効果発動するの結構多いんで、これこっちですね。で、レブナントと、いや、こいついいか。こう除外して、でアニマっていうその嫁の闇落ち、闇落ちした嫁でなんかその呼び戻せるんですよ、あの好きなベンデット。だから正規召喚ちゃんと儀式してれば、あの租税制限満たしてるんで除外ゾーンからも帰還できたりするんですけども、はい。でまあこれはあんでもいいんだけども、除外して相手の、モンスター効果止めて、これでゴーズケアしてバトルフェイズゴー、オッケー、くらい行け。ラスボスでダイレクトアタック。ちょ、ラスボスでダイレクトアタックしてるのがちょっといまいち納得できないな。あー、儀式魔法ねえかー。いやー、どうしてもね、その儀式の都合上ね、儀式魔法と儀式モンスターが両方ともからできないんで、やっぱり事故率高いんですよね。どうしても一応下準備対応してるし、あの儀式のね、まあそれからまんじゅうごととか一応入れられるんだけど、まあまんじゅうアンネットじゃねえし、なんかもうちょっとなんか事故率が上が、下がればなとは思ってる。一応ちなみに新規モンスター来ると、なんかあの愚かな埋葬とか楽融合とかからあの儀式魔法させるになるんで、ベンデットは割とそれは強いかなと思うんだけどね。とりあえずこの儀式がないとき、儀式できないときはもうこれすればいいっていうおばあちゃんが言ってた。あの儀式がないときは、あのアンデッドデッキはこれをしろとおばあちゃんが言ってましたんで、おとなしくあの同発で出します。まあサブプランでね入れてるんですけど、まあ、サブプランで勝てることもあるんで、まあ、それがでも同発だっていうかアンデッド族デッキのいいところかなと思いますね。はい。で同発ラを墓地から蘇生して、モンスター効果1回向こうとモンスター対除外が選んで、はい、入りますんで、まあ、なかなか強いかなと。マグラバレットドラゴン、なるほど。アブソルート、強いが、あのデッキさ結構ドラゴン族縛りあるよね。あー強いな。いや反動強いな、反動強いな。いやでも言うてあのデッキ結構縛りあって、なんかその例えばですけどドラゴン闇属性ドラゴン族とかドラゴン族縛りとかあるんですよ。マスカレになってるか、別に普通にでも確かに。でアブソルーター効果、アブソルーター効果か、スルーでいいわ。これセクターひあの引っ張ってこれないと思うんですよね。まあ、そろそろデストロとかアンデッドとかなってるんでストライカードラゴン出せなくて、リボルブートセクターが多分サーチできないから、いやこれ多分ねこれめっちゃ刺さってると思うよ。スリーバースト、なるほど。あ、なるほどね。
展開伸びないじゃん。これアンデッドワールドの良くないところ、なんか適当に張ってるだけで相手のデッキメタれるっていうところですね。不安だりとかもそうだけど。で下準備きた、ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ。下準備発動、下準備効果で、ボーン持ってくる。これで、スレイヤーとボーン持ってこれるんで、これで、ダークヒーローなりきりセットが持ってこれると。ダークヒーローなりきりセットと呼んでいます。でユニゾンビ効果、ユニゾンビ効果によってデッキからアンデッドを墓地送っていく。この子が発動するとアンデッド族でしか殴れないっていう効果。アンデッド族しか殴れないっていう効果さ、なんかあれだよね、なんか制約になってないよね一切。なんか雰囲気的にはさ、あれに近い、あのなんか今日はご飯しか食べれないみたいな、今日はパンしか食べれないみたいなさ。なんかめちゃくちゃ制約としては成立しないような気がするんだけど。でボーン発動していいか、ボーン発動してよくて、リベンネットボーン効果で、墓地の、レブラントと加減もあいい、こうユニゾンビや、ユニゾンビで除外して、樹脂召喚現れよ、ダークヒーローリベンデッドスレイヤー、かっけー、こいつの召喚文めっちゃ好きだわ、めっちゃかっこよくない。でヴァンパイアサッカー、これはね、あの一回儀式召喚した、リベンデッドスレイヤーを墓地送ることによってもう一回儀式したいんで、まあ、これ墓穴裏ですけどね、まあ、反応ないんで大丈夫でしょう。でリベンデッドスレイヤー効果発動で、儀式持ってきながら、ベンデットを墓地送るっていう最強の効果、これね、これやってるとやばいでしょ。おろまいしながら立ちてんねん、俺。これめちゃくちゃ強いですよね。はい。だ今一回ね、スレイヤーを儀式召喚適当にして、で、そいつを墓地送って、まあ、この動きしていくことが多いですね。で、最初に、墓地送っといた、このスレイヤーを除外ゾーンから戻してきて、で、リベンデット、ボーンを発動して、もう一回儀式召喚していくと。こうすると、レブラントの効果が付与されてる、リベネットが出せるんでね。どう？これ無駄ないでしょ。そして墓地から特殊しましたから、サッカーのここでワンドロできるからね。さあ再び現れろ、ダークヒーローリベンデッドスライヤー。これよくね、めちゃめちゃかっこいいでしょ。どう？めっちゃかっこいいわ、こいい、好きだわ、リベンデッドスライヤーかっこいいわ、マジで。とりあえずリベンデッドスライヤー効果が欲しいか。リベンデッドスレイヤーはレブラントの効果が付与されているため、フィールド上の特殊化されたモンスター相手を選択し、そのカードをゲームから除外できる。リベンデッドボーンクラッシュ！ちょ、あの伏せカード怖すぎだろ。これ伏せそのまま殴るか。相手リボルバーやしな。聖なる場合はミナフォースの可能性もある。マジで、なんか光ってるよ。なんだ光ってる、あぶねえ。なんだこれ。ミナフォースでもボーンあるから耐えるぞ、俺。いって、痛すぎ、バロタやばい、マジリボルバーじゃん相手。これ相手はもうこれ聖なるバリアミラボスも入ってんな、これ出す必要ないか、墓地にからパクれるか、今あんまりパクったところで意味ないしな、そんなエンドだな。裏あるし、まあリベンデッドスレイヤーの除外あるし、ドハスーラの除外と向こうあるし、まあだいぶ強いですね盤面的には。マジックシリンダー笑うな、マジリボルバーだったわ、高画面用件やった。マグラバレットいいだろう、マグラバレットはいい、バトル、なるほどなるほど。相手これ相当困ってるぞ、アンデッドワールド、アンはめちゃめちゃ強いやんけ、なんか張っただけで勝てるからね、こういう相手は。なんかそのドラゴン族縛りとかさ、そういうのがついてると何でもやりようあんだけど、まあ、とりあえずユニゾンビ効果発動して、で適当にレベル上げてデッキから、モンスター墓地送る、これは何でもいいですね。ブリームからか送っときます、あんま何でもいいか、ヨドディアで、攻撃表示変更してニビルだけ踏まんようにしないとな、ニビルだけ踏まんようにしないといけなくて、ニゾンビ効果
やっぱさすがにあれだな、バロネスはあった方がいいかもしれないな。枠ないんだよな、マジで。このね、この時ガチめに枠ないんだよね、なんかエクストラの謎に。これで、ヴァンパイア作家君特殊召喚されて、で、ドーハスラー効果でアンデッド族のモンスター効果発動したので、相手のフィールドが墓地のモンスター除外できるので、君のフィールド上の謎のこのモンスター除外させてもろて、で、メズキ君効果でサッカー部戻ってきて、OK! これでバトルですね。行きましょう。リベンデッドスレイヤーで、ダイレクトアタック!ダークヒーローデッキ最高。早押し新規くれ。あー、ハンドは強かったんだけどな。ハンド強かったんですけどね。まあちょっと先行じゃないとやっぱ儀式が通らない、無効系がやっぱり最近ね結構多いですし、あとあの楽園、あのリベンデッドボーンで耐えれないから、選んで除外はめちゃめちゃきついんだよね。すげえ落ちんじゃん。エルドリッチかと思ってレベル10宣言したけど全然違ったわな。これダーククリエイター、なんかカオス系のモンスターいっぱい入ってるんですよ。カオスクリエイターも入ってるし、トレードインレベル8めっちゃ入ってるのかな。すげえいっぱい入ってるのかな、レベル8。カオスセンペラまで入ってるぞ。レビューゲーム入ってるのか、やべえ。なんだこの謎のカオスデッキ。あ、出た竜王神くんじゃん。支援の感じはやば。相手がモンスターの特殊召喚成功した場合、相手はエクストラデッキからカードを1枚選んで墓地を送れ。なるほど。あ、つまりこれあれですか、自分で墓地を送るっていう。これなんか竜王神送りつけて、なんか何その自分のさエクストラデッキ墓地を送るムーブ、あ、ノバなんだっけこれ。ノバが墓地を送られると、あ、はい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 、これで反応して、そうだそうだそうだ、なんかこの竜王神コンボあんだよね。なんかサイバードラゴンノバの効果でなんか機械族の融合モンスターなんかデッキから出してこれるみたいな最強効果あって、なんかこれでなんか無限にそのエクストラデッキから出てくるっていうモンスターが、はい。でフレームロードオメガさんでノバ戻して、でもう一回ノバ使うみたいなことですよね、これね確か。あ、強い、うまい、強い、出たこれ、うわやば。でノバ効果、はい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 、あったわこれ、竜王神送りつけコンボね。これなんかやばいこと起きてる、これなんかすごいモンスターもしかしてめっちゃ並ぶ、やーばーこのまんめ。強っ、強くねえか、バリ強いやんけ、やば。なんかアーゼウス聖騎召喚してほしい。クソ強い。一応今モンスター効果無効2回と全部っぱ1回と魔法カード1回無効か。なるほどな。いや、めんどくせえな。とりあえずリベンデッドチャージどうだ。リベンデッドチャージ効果、目付き送ってベンデッド出したい。これ止めてくるんだったら一応下準備、あーね、なるほど、まあ、下準備通るかなと思ったんですけども通んないらしいわ。とりあえずレベラント出しといて、で、竜王神効果で、あ、今度俺が来んの、あ、めんどくせえな。めんどくせえな、めんどくせえな、知らない欲とか。で、ベンデットレブナント召喚するしかないか。召喚して、で、セイバーするしかないか。これどうすればいいの俺、これ絶対通んないじゃん。儀式の下準備、儀式の下準備通んなかったら終わるんだよな。だからタイタニックギャラクシーはしょんないといけなくて、でこれアドベンデッドセイバー出しに行くしかないんじゃね。これアドベンデッドセイバーでさ、なんかめちゃくちゃレベル高いやつ落としてさ、あのタイタニックギャラクシー勝負しかないんじゃねこれ。ちょ、うるさいうるさい、もう竜王神くん、竜王神くん、ちょっと自分こっちの敵破壊するのやめろ。きついな、めちゃめちゃデッキ破壊していくんじゃねえか。でだな、一旦アドベンデッドセイバー組んでぶん殴りに行くしかないんじゃね。いや、一回バトルして、フォトンストリックバーサー効果発動したとき、これダメージで使えないでしょ。
で、フェルグラントがスルーしてくれれば一応あるんだよな、ワンチャン。なんかワンチャンスルーしてくれないですかね。あ、スルーしていただけた。オッケー、大丈夫だ。確かフォトンストリークバウンサーはダメージステラー使えで、ダメージステイですか。ダメージ計算値リベンジスレイヤーの効果発動。自分のデッキからこいつを送るしかねえ。くたばれ、おらー。よし、オッケー。タイタニックギャラクシーちょっとでかい、かなり。あー、アーゼスはいい。オッケー、アーゼスはいい。アーゼスの効果使うと全部されるからな。まあ向こうもそんな簡単に使うわけにいかないだろう。自分のヘッド上のカードも全部ぶっぱされるからな。でだ、とりあえず目付き効果発動して、で、リベンデッ、あ、ベンデとレブラントを蘇生する。はいはい。で、竜狼効果でまた俺のエクストラデッキが破壊される。もうシンクロモンスター使わないか。もうシンクロモンスターはもう無限にこれちょっと墓地送っていくしかねえ。使わねえや。どうせ最悪ホムラ神残ったらホムラ神で戻せるし。どうしたらいいんだろう。まず回収したいんだけど、なんかある。ベンデット回収したいわ。これはね、これはちょっと言ったらリベンデット、ベンデットチャージを回収したい。あ、それフォトンストリークバーサー止めてくる。なるほどな。そこは、謎に止めてくる。謎止め。ここも、トラップにも引っかかっていく。これあんまり回収する意味ないですからね。まあ、とりあえず一回、儀式の下準備打ちましょう。儀式の下準備打って、で、リベンデットボーン回収しながら、ベンデットスレイヤー持ってきて、でだ、これだから、これ待てよ、これはだから、これリベンデッドボーン発動して、ボーン発動して、こうですね。で、こうですね。レブラントとレブラントを除外して、でこれでフレイテ除外飛ばせるんで、はい。でリベンデッドスレイヤー爆誕させていく。で竜狼君効果でまたどっか行く。まあまあそれはもうしょうがないか、それはもういいや。でもう戦かもしれないにもどっか行ってもらう。でもう一回フェルグラントなんだろ。でフェルグラント組みに行こう。フェルグラント組みに行く。でベンデッドスレイヤー効果ちょ除外したいんだけど、なんかある。でこれ効果無効にしてくる。そうだね、効果無効にしてくる。 OK。で効果無効にしてくる。踏んだ、これ全部踏んだな。これでフォトンストリークバーサー踏んだ、フェルクラント踏んだ、あとアーゼウスだけだな。アーゼウスだけ。オッケー。そしたらファッシネーター、非常にエッチなお姉ちゃん出していく。ここでファッシネーターリンク召喚からの、あ、竜狼君はもういい。うるさい。でリベンデットスレイヤー効果、ベンデットカードを墓地で送りながら、ベンデット魔法トラップカードを1枚サーチできる。これバースだな。バース持ってきて、でこれでエクスターデッキから、あーもういいや、ヒョムラガメちょもういつかないよお前多分。でだ、ここでファッシネーター効果発動できる。ファッシネーター効果発動して自分リリースして、アーゼウスもらいたい。さあどうする？アーゼウス君の効果起動されるぞ。もう効果を無効にする効果はない。相手のフィールド上に。イエーイ。やれ。ねえ、アーゼウス君の効果すぞ。アーゼウス君の効果でオーバーレイユニットを2つ使い、すべてのフィールドのカードを全部パシていく。うわーっつー。よしよしよし。で、これでアンデッド巻き込んでいけばいいんだな。これちょっと待って。これ何出せんのこれ。え？あ、そっか。エクシーズモンスター戦闘してるもんな、このターン。あ、なるほど。これ、相手殴ってもいいんですもんね。神ゲー起きたかもしれません。これアーゼウスにアーゼウス重ねるっていう、なんか
太古から伝わるし犯罪ムーブが巻き起こっております。相手なんか慢心してなんかこっちのテキスト一切読んでないからなんか全部効果取ったし、なんか割と完全に盤面返した説あるこれで、スレイヤー除外してスレイヤー特殊するでしょ、はい。これ最強かこれ、おい。で、なるほど、出しときますか、ボーンでもう一体スレイヤー、プラスアニマ効果発動して、で嫁闇落ちしてると除外ゾーンからなんか謎のおっさん出してこれて、でおっさん巻き込んで儀式、リベンデッドボーンを発動、自分の墓地のベンデッドモンスターを、いや対象となるよ。でレブラントと除外、ああそうかそうか、墓地食ってるもんね、なかなかいいじゃん、さっきのなんか竜狼くん結構仕事してくれたわ。さあベンデッドモンスターをゲームから除外し現れろ、覚醒状態リベンデッドエグゼクト、かっこよくね、強くねこれ。強くね、選んでじゃねえや、選択して相手のモンスターを特殊化すると除外するっていう効果があるやつが1体とアーデウスが1体、まあアーデウスは俺のじゃねえけど元々は、あ名推理もいいだろ、名推理で、だからリオカミ出てくるまずいからレベル8か、あれレベル X、 あれリオカミくん、レベル8だね、レベル8、はい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 、オーケー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 、名探偵でしたね、名探偵でした。さあゲームから、除外されてる通常ができないモンスターをデッキに戻すと1枚ドローができるという効果、いいだろう、いやこれまくったでしょ、これ完全に相手手札2枚からこの盤面返せます、サイクレームロードオメガ、あーいいだろう、それはいいわ、あの盤面まくったらすごくない？結構頑張ったけどね、相手がテキスト読んでなかったって言ってたけど、ドラゴン目覚めの戦慄、なるほど、何これ、オルタナなんか持ってくんのこれ、あレビオニア、はあ、レビオニアか、そうかそうか、レビオニアカオセンプラ、レビオニアも大丈夫だ、レビオニアもリベンデッドスレイヤーくんなので、実質こいつらはリベンデッドボーンで耐える、オーケーで、オーケーいいだろう、まあ、アーゼウスはしょられるのはまあしょうがねえ、もうこれにはしょ、これもしょうがねえ、うわリベンデッドボーンの効果、リベンデッドスレイヤーは効果で破壊されない、よしいいぞ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 、耐えてる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 、えまだあんの、何これ、光闇状なんだこれ、いやカオスエンペラー、カオスエンペラーは一旦にドライゴン半分払ってエクストラモンスターゾーン以外の自分のフィールドのカード全て墓地を送って、墓地を送るライディフィールドのカードを選んで墓地を送ると、なるほど、つまり1枚しか選べなかったと、あのカオスエンペラーはデッキに戻るからね、なるほど、まあ、これ結局ねリベンデッドスリー役はね、あの不死身なんでね、マジで何回でも蘇ってきますよ、マジで何回でも蘇ってきますよ、よしよしよし、完全にまくった、これは神試合だ、完全にまくった、あのなんかヤバすぎる盤面よ、なんかアーセウスとフェルグラントとフォトンストリックバウンサーとなんかタイタキギャラクシーみたいなヤバすぎる盤面よ、負けることができる、神デッキだ、ユキアリベンデッドボーンを発動、再び、いや見た目現れろ、自分のフィールド上のレブラントと墓地のレブラントをゲームから除外し、降臨ダークヒーローリベンデッドスレイヤー儀式召喚、かっけー神ゲーいけー、敵を蹴散らせ、リベンデッドエクスタでダイレクトタックスー